外星がモールからこんにちは、ゆずきゆかりです。今日も京都でダルコフで遊びます。今回使う武器はシグ NPX です。というのも、前回使ってた AP 弾でサブマシンガンを使ってみたくなったんですよね。高レート武器で高級弾薬を使う背徳感。たまらないですね。そしてカスタムはこんな感じ。もちろん、エルコノミクスカスタムです。ただ、この MPX 普通の MPX と違ってロングバレルなんですよね。こうすることで、サブマシンガン特有の精度の悪さを改善してます。でも、ロングバレル MPX って、いつ追加されたんでしょうかね。サブマシンガンの中でも、MPX はあまり使わない方だったので、気づきませんでした。ライブ前に使った時は、ロングバレルがあればなぁとは思ってましたが。それでは早速、ゴーゴー。まあ、タスクをやりに来たとかではないので、のんびりやりますかね。と言ったそばから、足音がしますね。あ、スタブでしたか。スカブの動きも修正が加えられて、より PMC みたいな動きをするようになってから、本当に人か NPC かの判断つかなくなりましたね。一応、確認方法としては、クレかフラッシュを投げる。それか、F1 をして挑発すると、まれに返事してくれるので、その二択なんですよね。ちなみに、私はスカブは見かけたら、その場をすぐに離れる予定がない限り、必ず倒します。激うまレートだったのに見逃したスカブにしてやられたことがあるからです。あと、PMC との戦闘中にもタイミング悪くスカブが来ることがあるので、スカブは絶対に倒します。まあ例外として PMC の索敵用に残すこともありますが、ケースバイケースですね。さて、ゴシャンにはあの後敵が来なかったので、エマーコムを見に来ました。と言ったそばから、フラッシュ音ですね。この音、味方のものじゃないらしいので、完全に PMC です。行ってみますか。さっきの音的に、この辺だと思うんですけど。フラッシュを投げたってことは、私の存在に感づいているんですかね。あ、そんなことなかった。おお、なかなかえぐい反応してますね。弾もあまり落ちなかったですし、使い勝手最高です。ではクリアリングして漁りますか。レベル70ですね。縛りプレイかなんかですかね。バッグとアーマー、AVT だけもらっていきましょう。で、これ全部ですね。ってことでさっき遺体地まで戻りました。さっきからずっとティーレンドデブルの音が鳴ってるんですよね。てか、マジで霧が晴れすぎて、ここ最近、強ポジがたくさん見つかります。今いる場所も、エマーコム側の敵を一方的に撃てるので、マジで強いです。カタンから頭一個出しなのが、やばいですよね。来ないですね。絶対いると思うので、タイミングの問題だと思うんですが。あ、来た。ここから狙えるかな?あ、隠れちゃった。今のが頭じゃないなら何が頭なんですかね。納得のいかないゆかりさんです。もうめんどくさいので詰めます。よし、なんか一人じゃない気がしますね。だってさっき、めっちゃグレなってましたし。うわっ!びっくりした!なんか、スカブの動きが変わってから、こいつらサイレンスするようになったので、気づいたら、後ろにいるみたいなことが多くてビビります。あと一人くらいいると思うんですよね。そもそも、さっきグレが鳴ってた時、3種類の銃声がしてたので、警戒マックスです。ん?いるやん。やれたかな?あ、いいところに土のうが。フラッシュ投げて確認します。てい。
あ、倒れてますね。やっぱり霧が晴れてから茂み越しでも敵が見つけやすくなったと思います。相手も同じ条件のはずなんですけどね。敵が私のことを視認してたかは今となっては定かではありませんが、とりあえず漁りましょう。クリアリングして玉込めも終わったので漁ります。 AKM かと思ったらミュータントでした。テカテッカネが多いですね。これで2枚目です。これそんなに強いんですかね。次のレートで使ってみますか。スカブかな。どこだ。あれ、いない。いた。漁ってる時もスカブにご用心。ゆかりさんとの約束ですよ。それじゃ2人目。お、クロマタラーですか。てか、耐久終わってません。ちょっとバック回収します。AVT 捨ててクロマタラーにしますか。アーマーも4アーマーですし、めぼしいものはなさそうですかね。はい、味方がいちいち SR を開けてくれたみたいなので一旦帰ります。特に問題なく帰れました。では次。ということでやってきましたカスタム。てか毎回この場所から湧くんですけど、なんでですかね。この湧きって橋渡るの怖いし、真剣や寮まで遠いしで気が滅入るんですよね。せめて列車付近の湧き位置にならないかな。このマップ唯一の不満点ですね。ということで9軒まで来ました。なんかやり合ってますね。あ、スカブが倒れた。まだやり合ってる。壁の向こう側ですかね。うん、やっぱり壁の向こう側ですね。あ、うめき声。タンクローリー側になんかいますね。ああ、バレちゃった。もうダメですね。壁向こうの敵に完全に打ちバレしてます。リロードして戦う気満々ですし、ここは一度迂回しましょう。ということで迂回してきました。迂回する途中で走る音がしたので、もうどっか行ったかな。スカブ死んでますね。裏壁にいたのは間違いないみたいです。うん、なんか走ってますね。倒しました。 MPX 強すぎ。武器2本あるし、この人かな。あ、これですね。さっきのサブマシンガンみたいな音の正体は VSS でしたか。 VSS は耐久があれなので置いていきます。というか VSS は個人的にジャムりやすい武器ベスト1位なので、この耐久は使う気になりませんね。しばらくしてたらスカブに絡まれてる PMC がいました。ショットガンとなんか遠距離で撃ってるやつがいますね。なんか栄光弾が見えたけど、この方向はかまぼこ2階ですね。ショットガンもいるし、部活に突っ込めないですね。うーん、どうしようかな。一度フラッシュ投げて引きます。てい、引いた先になんかいますね。外しちゃった。引く前に卵子2回は厄介なので仕留めておきたいですね。いたー。敵さん敵さん、私今ちょうどいいもの持ってるんですよ。ラサスって言うんですけどね。これ狙撃もできちゃうんです。
ぜひ使ってみてね。もう一人の場所もわからないし、今のでだいぶ警戒されちゃうと思うので、一旦迂回します。迂回しましたが、何も聞こえないですね。あ、そうそう。今鉄仮面つけてるんですよ。これ強いんですかね？痛い！発信してくれた！これ強い！とりあえず場所変えましょう。敵の場所がわからないのと位置バレしてるので、グレ放り込まれたら終わりです。というか後頭部見せてたと思うんだけど、よく弾きましたね。弾の判定どうなってるんでしょう？ぐるっと回ってきました。多分場所はバレてないと思います。列車付近はクリアリング済みです。あの車線なら残る選択肢はかまぼこ2階です。おそらくさっき私が倒した敵の仲間じゃないですかね。さっき丘付近でやりきれなかったショットガンと同一人物な気がします。あ、足音。いい感じに頭が見えてましたね。さっきので最後だったみたいです。お、46レベル。 AKS と RBAV 微妙ですね。もう一人の方も大した装備じゃないように見えましたが、一応漁ってみますか。あれ、ショットガンじゃない。ショットガンの PMC どこ行ったんでしょうか。まあもう周りに敵はいないので一度帰宅ですね。ということで何事もなく帰還です。次行きます。ということでお次はストリートではなくグラゼロに来てます。グラゼロの入場条件が撤廃されたのをすっかり忘れてました。動画でグラゼロに行くのは初めてでしたね。では、ゴーゴー。ということでオフィスに来ました。グラゼロの名称ってあんまり考えてないですが、地形はなんとなく分かってます。これタルコフあるあるじゃないですかね。新マップが来るたびに今までの経験とノリでなんとなくマップ把握できちゃうんですよね。これ伝わりますかね。裏口から出ようとしたら漁る音が聞こえました。この先に敵いますね。てか武器のコッキング音もしたので確定でいます。ナイファーさんなのかな。危ない。また頭弾いた。鉄仮面強すぎでしょ。てかまだいる。いた。クッソ脳震盪で精密射撃できねえ。一旦閉めます。あ、てかバックしてたい。これは詰めないと。よし。体がボロボロなので回復します。軽くクリアリングしましたが、荒手が来る前に急いで漁ります。前回お世話になったタキラのヘルメットと M3 ショットガンですね。なるほど、アズバルを拾ったのか。なんだ？スカルか。不意をつかれないようにドア閉めときましょう。なんかローグが持ってそうな M4 ですね。特に美味しいものはなかったです。なんか回復しててもスカブの足音すると安心できないですね。てか裏口何かいますよ。
サイレンスで足音するってことは低レベルの PMC かな。あ、グレ構えましたね。詰めます。やばい、危ない。よしよしよし、初心者でその勢い、この人絶対上手くなる。いや、初心者なのか。鎮痛決めてクリアリングします。すぐ追撃してこない当たり仲間はいないと思いますが。レベル16ですね。動きは復帰勢っぽかったですけど。後で漁りましょう。体が限界すぎる。CNS があと3回しかない。 MPX 強いけど玉持ちが悪すぎて玉3スタック持ってくるために CNS にしてきたんですよね。トイガンある。今度使ってみます。絶対ボツになりそうですけど。よし、それじゃあ帰りますか。あ、スパグ。待って、左からの足音してない？やばい、意外と痛いぞ。何の武器だ？ハンドガンだと思うけど、これ普通にまずいな。すぐ右にいますね。フラッシュで牽制しながら回復挟まないとやられます。青レーザー、まだ右にいますね。出血が止まらない。距離は少しあったみたいなので止血ぐらいは使えそう。まだいますね。フラッシュでいい感じに当たらないかな。左だ。ピークうまいな、この人。この人回復させてくれなさそうだから戦闘しづらいな。このリロード音、やっぱりハンドガンか。あ、ちょ。聞いたみたいですね。でも正直 CMS もないし腹もえししてるので早急に帰ります。でも幸い食料は結構あるので脱出口までは持ちそうです。
脱出口まで先回りされてるかと思いましたが、そんなことありませんでした。ブラゼロ U ですね。ストリートが重くていけない人にはうってつけかもです。ストリートみたいに複雑な構造の建物が多いので楽しめると思います。ちなみに後で確認したら PST 弾でした。ビッグ弾かと思ったんですけどね。やっぱり無防備になるとどんな装備を着ててもやられちゃうので油断大敵ですね。 NPX 現在のタルコフだとミンナーアーマーが完成しちゃってるので厳しいですが、ワイプ後からワイプ中期までなら全然使えると思います。てか3スタック弾薬はきついですね。来期はカッパ取ろうかな。ということで今回はここまでです。もしよかったら高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローなんかしてくれると嬉しいです。コメントで使ってみてほしい武器とかのリクエストも募集してます。もしかしたらやるかもしれないので、おすすめの武器とかあったら教えてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。